付け足しておきますね。ハクビシンは都心にすごく現れますよね。都市に適応した生き物だと考えられてまして、まあ、簡単に言うと街中で我々の暮らしに隠れて生き延びることができる動物といえます。まあ、都心の、ね、電柱の上とか電線の上歩いてたりするし、ね、でそういった生き物って結構外来種が多いんですよ。一番有名なのはもちろんアライグマだよね。一方でハクビシンはですね、国としては外来種として問題だというふうな話はしていません。ハクビシンって外来種なのかどうかはっきりしてないんだよね。今のところ外来種だろうとは言われる。しかし在来種なんじゃないのっていう説もまあまああって、それも一定の信憑性がある。外来種だとするとね、まあ、他の地域から来たわけだから、どっかの地域にその日本のハクビシンと同じ遺伝子を持ってるハクビシンのグループがいるはずなんですよ。ただそれがね、どうもね、なんかあんまいないっぽいと言われていた。でも直近の研究で、台湾にいるハクビシンのグループと遺伝子情報である程度一致するところがあるっていうニュースがあって、じゃあ台湾から入ってきた外来種なのかなとも思えるんですけど、あんまり台湾からね、外来哺乳類として入ってくるっていう経緯がいまいちわかりませんよね。そもそもじゃあなんで外来種って言われてるかっていうと、日本でこのジャコネコ科のグループの動物の化石が見つかってないらしいんですよ。化石がないってことは、古い時代にはいなかったんじゃないかって説が一つ成り立つね。文献としても、1900年代にならないと、このハクビシンっていう動物に関する文献が出てこない。で、まあ、いろんな説があって、江戸時代にね、観賞用として、海外からですね、取り寄せた人がいるっていう説と、明治くらいに毛皮を利用するとか、いろんな事情によって入れられたっていう説と、あと、まあ、そのさっき言った通り、実際在来種であると。いう説の3つが存在しています。外来種だから食って成敗だっていうスタンスでいくと大きく道を誤る可能性があるんですね。外来種かどうかは分からん。しかし果樹園を荒らす、農業被害がでかい、だから有害鳥獣駆除されている。で、駆除されたものは食べられないとどうなるかっていうと、本当に焼却処分みたいな感じなんですよ。で、それちょっとねっていうのが、まあ僕の中にはあって、廃棄物としてなんか捨てちゃうぐらいなら、ちょっと一回僕に食べさせてくれみたいな。で、食べたら美味しいかもしれないじゃんみたいな。で、実際このハクビシンの場合、今食べたらめちゃくちゃうまかったんで、うめえじゃんってなっているわけで、まあ、そういう方向でね、ちょっと自分としては考えたいですね。まあ、駆除された肉の有効活用という局面でね、このハクビシンについては取り上げたいなというふうに思います。はい、はい、それでは次のゲストに行きましょう。ジャコリとは北海道の、ね、よく知られた調理法ですね、羊を美味しく食べる、ラムとか、あと場合によってはマトンなんかもそのジンギスカンという食べ方で美味しく食べられています。北海道ではですね、本当に当たり前にジンギスカンが行われていて、これ結構ね、聞くと面白いんですけど、どんな場面でもジンギスカンですよね。花見の時もジンギスカンだし、夏も当然バーベキューもジンギスカンだし、地域によるんでしょうけど、冬の間はガレージでジンギスカンやったりするそうです。まあ一年中ね、何らかの理由をつけてジンギスカンをやっていると、それが北海道の皆様らしいです。で、まあジンギスカンなんですけど、本当はね、ジンギスカン鍋っていうのを使うんですよ。で、どういうのかっていうと、真ん中が盛り上がってドームみたいになってるね。で、ラム肉って脂肪が結構量が多いのと、その脂肪が甘いので、こう焼きながらですね、油をこう落としていくんですね。で、その一番外側にこうやって野菜を置いておくと、垂れてきた、ラムの油で野菜に火が通って、どっちも美味しくなるよみたいな。まあ、それにジンギスカン鍋と違ってね、まあ、鉄板であるジンギスカン鍋と違って、このフライパンはテフロンカットですので、いきなりお肉を乗せていっても大丈夫でしょう。でも、できるだけ油の多い部分から乗せていきましょうね。ああ、いい香り。ジンギスカンのね、香りってね、なんていうか、最初にもやしが焼けるのが結構ね、その雰囲気を出してる気がする。はい、ハクビシン肉ね、この辺も火が通ってきまして、このエキスの力で、野菜にも、またが入ったかな、いつもはね、ここからお皿に盛り付けて、で、食べますけども、ジンギスカンっていう料理はね、ご存知の通りバーベキューです。なので、焼きながらですね、どんどん食べていきたいなというふうに思います。なので、一旦これで、ハクビシンのジンギスカン完成としたいと思います。じゃあ、早速試食していきましょう。デザインの進化と見る人がいる。私たちには新しい生き方が見える。